セアト・アローサは、スペインの自動車メーカーセアトが1997年から2004年まで製造を販売していたシティカーである。セアト・マルベイリアの後継者として1997年3月、ジュネーブモーターショーにてデビュー。デザイナーは、ブガッティ・ベイロンなどをデザインしたことで知られる、ヨーゼフ・カボン。ラインナップは4人乗り3ドアハッチバックのみ。 翌年発売開始したフォルクスワーゲンルポと姉妹車であり、両社ともセアトイビサやフォルクスワーゲンポロが使用する A03 プラットフォームを短縮した A00 プラットフォームを使用している。チェコ共和国の自動車メーカーシュコダモ1998年までアローサの姉妹車導入を計画していたが、正式導入には至らなかった。当初は、 ドイツのボルフスブルクにあるフォルクスワーゲンの工場で生産されていたが、1998年5月からは、スペインのマルトレイにあるセアトの工場に生産を移管した。2000年10月、パリモーターショーでマイナーチェンジ版が公開。外装だけでなく、インテリアではダッシュボードのデザインなどが変更となった。2004年6月、生産販売を終了した。生産終了後、 同クラスの車は長らくラインナップされず、後継者であるセアとミジは2012年1月に発売された。アローザは、スペイン王国ガリシア州、ポンテベドラ県にある都市、バイリガー社でアローザに由来する。アローザには、以下のエンジンが搭載されていました。ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、すべてのエンジンには5速、MT が搭載され、1.4には4速 AT が、オプションで設定されていた。 ありがとうございます。